マーゲイは、食肉もクネコかオセロット族に分類される、食肉類。種商名は、ドイツの探検家、マクシミリアンツービートイコールノイビートに懸命して、名付けられた。木登りが、とてもうまく、樹上生活を、おもとする。マーゲイは、メキシコ北部から中央アメリカを経て、南アメリカにかけて分布し、生息域の南端は、ウルグアイやアルゼンチンに達する。生息地は、 熱帯上緑樹林から熱帯サバンの林や雲霧林までにかけての密林がほとんどであるが、時にはコーヒーやココアのプランテーションで見られることもある。イギリス、エディンバラ動物園のマーゲー体長46.3から79センチメートル、尾長三33から51センチメートル、肩高30から45センチメートル、体重は3から9キログラムをセロットによく似ている。 マーゲイの方が頭がやや小さく目が大きく尻尾と足が長く尻尾の模様も違う暗褐色の大きく美しい目を持つメスはオスより体が小さい他の猫かの動物と違いメスの乳頭が2つしかない体毛は高褐色または肺褐色で腹の方は色が薄い全身に円が黒く中が 褐色のブチや黒の実のブッチがあり、それらが縦方向に並ぶ。尻尾には特に多くのブッチがあり、先端は黒い。耳の後ろは黒く中央に白く丸い模様がある。後足を回して反転させられるので、頭から木を駆け下りることができる。猫かの動物の中で後足を反転できる種は、マーゲーの他に、雲氷だけである。また、前足でも後足でも木の枝を掴むことができ。 一本足で枝からぶら下がったりできる。現在のところ以下の10足が確認されている。パナマ、市営サミット自然公園のマーゲー猫科の動物の中では飛び抜けて木登りがうまい。その能力から釣りオセロットと呼ばれることがある。夜行性で繁殖期以外は単独で生活する。オセロットが普通地上で獲物を追いかけるのに対して、マーゲーはもっぱら木の絵で生活し、 狩りも、事情で行う。妊娠期間は、約83日。一度の出産で産む子は1匹、たまに2匹と、他の小型の猫類に比べて、非常に少ない。獲物となる動物の一種を引き寄せるため、その鳴き声を真似することが報告されている。南米に生息する、オマキザル科の一種であるフタイロタマリンの、成獣グループが近くにいたとき、 マーゲーがその子供の声真似をする姿が発見された。その時のマーゲーは二色タ,タマリンの捕獲に成功しなかったが、この報告は新熱体育の捕食動物が狩りにある種の攻撃技体を用いることを初めて示した。マーゲーは夜行性であるため、彼らの野生の生活環境に出会えることは稀である。そのため、植生は胃の内容物や糞の調査をもとに研究されている。 主食は、樹上で生活する、ネズミ類やリースなどのゲッハ類。他にもオポッサム、小型の猿、トカゲ類、鳥類、卵、アマガエル、昆虫、果実などを食べる。草などの植物を食べることもあるが、これは、消化を助けるためだと考えられている。2006年の報告では、野生のマーゲンは樹上のみで狩りを行う姿が、観察された。時には、 地上で狩りを行うこともあり、地上に生息するアフリカアシネズミやモルモットを食べるという報告もなされている。ありがとうございます。